はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週のテーマはですね、小さい頃のヒーローというテーマで喋っていこうと思います。で、喋るだけじゃなくて、ぜひ皆さん今日ね聞いてくださってる方はコメント欄でね参加してほしい参加してほしいというかね、ちょっと教えてほしいことがあって、今回そのねタイトルにあるように自分にとっての小さい頃のヒーローの話をちょっとしていきたいと思います。で、私にとってのヒーロー、小さい頃のねヒーローは主に実在する人物ではなくてアニメとか漫画の中の世界の人物だったんですが、皆さんにとっての小さい時、まあ、これ小さい時って幼稚園の時とかだけじゃなくって、普通にこう10代なとかね全然いいの、そのこの頃のって感じで構わないから、実在する人物でもそのアニメとか漫画のねキャラクターでもいいんですけど、ちょっと教えてほしいなって。いや多分ね結構バラバラになると思うんです。そんなことないかな。なのでよかったらコメント欄で参加してみてください。で、なんでね今回この話を、多分ね前もちょっとどっかでした気もするんですけど、さらっとなんでこれ話してるかっていうと、最近仕事でなんだっけ、こう漫画とかアニメがその子育てとか教育にどう思いますかみたいな、まあ、結構さ、まあ、最近あんまないか、ネガティブなイメージ、その漫画とかアニメが良くないみたいな教育子育てとかねって言われてた時期があったんよ、一昔前は。なんかちょっと前だったらさ、 YouTube が、まあ、今も言われるかYouTube が良くないって言われるじゃんか、あれの、アニメとか漫画がすごい言われてた時期があって、子供に見せるとバカになるとかね普通に言ってたあったし、そういう意見が。でもまあ今はなくなってきたけどね、だから多分それの名残で聞かれたのよ。でも結論から言うと、俺はめちゃくちゃ必要だと思ってて、必要ってマストじゃないよ、必須じゃなくて、でもやっぱ日本のさ、日本のって区切るのは良くないかもしれんけど、俺はまあ日本のがよく見るから、日本のアニメとか漫画って本当によくできてて、それはもう作画のね素晴らしさとかももちろんあるよ、そこもあるけど、ストーリーがさ、こうなんていうの、その作品作品によってすごいこう複雑に複合的になっていたりとか、人間のこう情緒を揺さぶってくれる、だから見ることによって感受性が養われたりとかっていうのに、本当にいい作品が多すぎる。だからすごくいいと思いますって、子どもたちにとって、まあ普通に大人にとってもそうだけど、人の心を育てるというか刺激をするっていう意味ではすごくいいものだと思いますよみたいな話を、まあ、した時があってね。でそれがちょっとふと思い出して、ちょっとここでもせっかくだからさ、みんなと意見交換、みんなのさ推しというか憧れの人、尊敬する人も聞きたかったし、やっぱなんか今回ね喋らせてもらってるんですけど、まあこれもね、意見は別にこれが絶対正解ってわけじゃないから、本当に俺が一方的にね好きな意見を言ってるだけなんだけど、でも俺はその小さい時の憧れの人っていうのが、これ幼稚園の時とか小学校低学年の時なんですけど、私ルパン三世のルパンですね、ルパン主人公のルパンと、あとはシティハンターってあんま知らない方、同世代の方は知ってると思うんだけど、シティハンターのサイバリョウなんですよ、がめちゃくちゃ憧れてたんです。よく男の子がね、その戦隊ものホニャララレンジャーみたいなとか、仮面ライダーかとか通るじゃないですか、多くの、うちの息子も通りましたけど、俺多分通ってなくて、そこをもしかしたらちょっと見たのかもしれないけど、ただ変身グッズ買ってみたいのは多分してなかったんだよね。もうルパンとそうサイバーリョウがすっごいかっこよくて、俺の中で、あ、こういう人になりたいみたいな。でしかも自分結構その漫画とかアニメの世界と現実世界の境目が多分ちょっと薄い方で、慣れると思ったらね、そう俺は慣れるみたいな。で今でも割とそういう気がある。ちょっとこういうこと言うと中二病とか言われるかもしれんけど、いつか魔法使えんじゃないかなとかね、いまだにちょっと思ってる。ごめん、引くかもしれないけど、でもちょっと思ってるね。いつか火ぐらい出んじゃねえかなみたいなって思ったりしたりする人間なのね。でまあまあちょっと話を戻すと、まあ、その子が憧れてたと。で もちろん自分の中で、人生のバイブルだと思ってるアニメはスラムダンクなのよ。あの作品によって自分は本当にいろんなことを学んだし、考え方とかもね含めてだけど、でその中に出てくるキャラクターで、俺はスラムダンクだと藤間っていうキャプテン、マニアックでごめんなさい、藤間っていうね小用のキャプテン、監督兼キャプテンかが一番好きなんだけど、やっぱり桜木とかさ、ルカワにしても、主人公のね桜木とかルカワにしてもそうだし、ちょっと前だとナルトっていう漫画があって、ナルトだと俺カカシ先生が好きなんですよ。で最近呪術廻戦あるじゃん、呪術廻戦でいうと五条先生が好きなのよ。で
彼らに共通する、まあ、全員が全員じゃないけど共通してるの何かっていうと、やるときはやるっていうとこなんですよね。例えばルパンとか、あんま見たことないけどごめんなさい、ただざっくり言うとルパンは一緒にこの 相棒というかメンバーの藤子っていうね、あの綺麗な女のグラマラスグラマーな女性がいるんだけど、なんかすごい好きで、藤子ちゃんとか言ってこうね飛びついたりするんですよ。いつもこう流されるんですけど、まあ、そういうちょっとなんていうのかな、こう下心が出てるようなキャラクターなんですよ。で、サイバリョウの、サイバリョウもそんな感じなんですよ。そう、ね、だけど決めるときめちゃくちゃかっこいいんですよ。うん、でかかし先生とかもいつもねちょっと本読んでね、本も本の内容もあれだけど読んでたりとかするけど、決めるときはめっちゃ決める。で五条先生はそういうのじゃないけど、でも普段はちょっとチャランポランしてるじゃないか、なんかホワホワしてる感じかな。だけどね、決めるときは僕最強だからって言っても決めちゃうわけだから。そうで、なんかそういったとこがすごい自分の中で憧れる、今でもそうなんですけど、うん、自分は別にあの風直シャーンみたいな感じのタイプではないし、そういった感じでね見ても全然イメージつかないと思うからそんな感じじゃないんだけど、でも、まあ、割と普段から結構こう、なんだろう、張り詰めてるタイプではないしね、ダラダラしてるし、うん、なんかチャランポランな面もあるからだけど、うん、男として決めるときは決めたい、うん、やるときはやるよっていうタイプなので、それはきっとあそこからなんだよね。そう、サイバリョウとかルパンとかあの辺に憧れてた、そっから、まあ、人格形成って言うとちょっと言葉が硬くなるけど、うん、そうやって今に至ってると思うんですよね。もちろんそのちょっと最初の議論に戻っちゃうけど、漫画とかアニメがね、それでさ日常生活に支障が来たすんだったら良くないよ。漫画見すぎて夜寝ないとかさ、睡眠時間削るとか、ご飯食べないとかさ、それは良くないの。それは別に漫画とかアニメに限ったことじゃないしさ、他のことでも言えるわけじゃん、熱中しすぎてっていうところだから、それはダメだけど、でもそうじゃないんだったらすごくいいと思う。うん、まあこれもね、あの子育ての話になると結構ここはあの意見がぶつかるとこだからさ、うん、これを聞いててもはって思う方もいるかもしれないけど、自分は自分自身もそうだし自分の子供に対してもそうだけど、そこはガンガン摂取してほしい、いろんな世界に入っていろんな世界に触れていってほしいと思ってる。でいろんな影響を受けたらいいと思うんだよね、うん、っていうところかな。だから、まあ、たまに相談来るんよ、子供たちから漫画とかアニメってやめた方がいいですかって思うけど、なんかなあなあで見るのは違うと思うんだけど、それをちゃんと、まあ、しっかり見るって言葉もおかしいけどさ、しっかり入ってこい世界にって、そう、うん、で、まあ、憧れにしてもそうだし、あ、こういうなんか自分の心を揺さぶられる瞬間っていうのをすごく大事にしていってほしいなっていうのが、まあ、個人的に、まあ、今回ねそれが伝えたくて今回ね喋らせてもらいました。はい、ということで今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございます。明日からの1週間は金曜が祝日だね、だから3連休か、まあ1日少ない、まあ1日だけっつってもね4日間はあるから、まあ、なかなかね大変だ、大変っていうかね疲れることもあると思うんだけど、でも3連休でね、そのねハッピーな時間が待ってますので、ぜひねお互いいい習慣にしていきましょう。では今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また明日から1週間がね皆さんにとって良き日になることを心より願っております。それではここまでのお相手は私、あ、そうだ締めに入ってたけどごめんなさい、今週ね、あの水曜日2月9日かなに新しい本が出ます。そう、それ言おうと思ったんだ、あの自宅学習の教科書っていうちょうど1年前に出た本の、漫画版が、ありがたいことにその自宅学習の教科書が今18万部ぐらい売れてて、それの漫画版が出ます。で内容はもちろんその前回と似たような形になってるんですけど、まあ、漫画になったことで非常にこう読みやすいものになりました。だから普段からねちょっと活字のものが読むのが嫌いなお子さんだとか、まずね、あとお子さん自身もそうだけど、気になる方はぜひチェックしてみてください。私あの原本っていうか本当ね本もらったんですけど、あの手前味噌ですけどすごく読みやすい本になって、自分は好き、すごい好きな本になったので、あとあの巻末にというか QR コードあって、そこからね飛ぶと、あのそれ用に撮った特別の動画も見ることができますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ということでちょっと締めの途中でごめんなさい、あとね、あ、また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてもらえたらと思います。それじゃあまた来週お会いしましょう。それではまたね、ドビー。